みなさんこんにちは2019年デルジュン宅建師スマート合格講座権利関係第1回講義を始めたいと思います担当はレック専任講師の友次ですどうぞよろしくお願いしますさて、えー、こちら2019年度のですね宅建師スマート合格講座というものなんですけれどもこちらの講座ですね権利関係20分かける30回権利関係がまず 初めにありましてその後で、えー、宅建業法で法すねそちらの方も20分 ×30 回そして法令上の制限税その他これがですね、えー、同じように20分 ×30 回合計90回でですね、えー、全範囲を見ていこうというですねまあ、そういう講座になっております。で使用するテキストの方がこちらですね。 2019年「デル・ジュン・タッケン氏合格テキスト」まず今回から「権利関係編」ですので第1巻の「権利関係編」のところですねこちらのテキストの方ご準備の方お願いいたしますさてそれではですね今回から30回かけまして権利関係をやっていくんですけれどもまずですね、まあ、内容に入る前に、まあ、ガイダンスといいますか、まあ、少しちょっと見ていきましょうというところでですねこちらプレゼンターの方に切り替えますけれどもはい。 こちらの合格テキスト最初のところですねガイダンスのところをちょっと見ていきたいと思います最初の1ページ目のところからですねはい超合理的合格法ガイダンスというところこちらのところ見ていきたいと思いますまず宅検試験とはと書いてありますけども、まあ、こちらのところは読んどいていただければいいかなと思いましてこちら5ページ目のところですねはい5ページ目のところをご覧ください 各科目ごとの出題数と得点目標というところですねこちらのところをご覧くださいまず今回この権利関係というこのテキスト権利関係のテキストなんですけれどもはいこちらのテキストの範囲から全部で14問出題されますそして次第2巻目ですね宅建業法編のところから全部で20問出題されますそれから第3巻のところですね 法令上のの制限税その他、こちらのところから法令上の制限で8問そして税法価格の評定のところで3問それから免除科目で5問というふうな出題となっております。ですのでこれから30回やるこの講義の中で権利関係ですねはい、全部で14問出題されます。で、他の分野につきまましては、た、 宅建業法の最初のガイダンス法令上の制限税その他の最初のガイダンスのところでまたお話をしていきますのでまず今回はこの権利関係のガイダンスというところで見ていきたいと思いますまず全部で十四問出てきますがこれ権利関係の勉強で気をつけていただきたいのは満点を狙わないということなんですねこちら得点目標が九点というふうになっておりますで、十四問中の九点ですから 半分ちょっとですねこの半分ちょっとぐらいの点数を取れればそれで構わないというふうになる科目なんです。でこの権利関係といいますのは民法それから借地借家法それからですね建物区分所有法それから不動産登記法、まあ、ここら辺が範囲なんですけれどもこれもう深く勉強しようとするととてもじゃないですけれども1年では無理です。 えー、もうこの4科目を満点14点満点取れるレベルにまで仕上げようっていう風になるとまずこの権利関係だけの勉強をしていたとしても1年はちょっときついかなというぐらいの範囲の量になってくるんですね。ですのでその中で出出やすすいいいももものというもののにくとうがままずありますですのでその出やすいものをちゃんと中心に勉強できるようにしておくこと。それから あまりにも難しい問題に入り込まないようにすることなんですねここをしっかり意識した上で権利関係の勉強というものはまずやってもらいたいんですでですねこの権利関係の勉強、えー、最初のところですからちょっといろいろお話をしておきたいと思いますけれどもまずしっかり勉強しなければいけないのは事実です でこの権利関係の勉強をしっかりやっておかないといけないのはなぜかというとこの権利関係の勉強がまず先ほども言いました通り、まあ、14問中9点ぐららいいいは取らななけければいけないといいうう実情があるということ。でそれだけではなくてですね例えばこれから宅建業法とか法令上の制限などの勉強をしていく時に権利関係の知識を元にして考えていくことっていうのも結構あります。 特に宅建業法の後半の方では権利関係ではこういうふうにやりましたよねですがというような、まあ、言い回しがかなり多くなってくると思いますのでそういう意味でもまず権利関係での原則っていうものをしっかり押さえておく必要があるわけですね。 そう考えていくと権利関係の勉強もしっっかかりやっておかななけければいけないでも先ほども言いました通りだからしっかりやるって言っても14問中14問取ろうっていうそういう勉強の仕方ではないんだということここをまずでですすねねしっかり押さえてておいていいたただきたいんです、ね、なので勉強をしっかりしなければいけないんだけどもやりすぎてはいけないじゃあどのぐらいやればいいんだってことになりますよね。 このどのぐらいやればいいんだっていうところをまあ明示するのがこの30回の基本的な目標というふうに思っておいてください、まあ、ここのところまではしっかりやっといていただければ14問中9問取れますからねと、えー、ですのでこれ以上のところをやろうとするとちょっと本当にキリがないのでえやめてくださいと、ねえー、ですがここまではやっておかないと厳しいですよというところ。 これをですね見ていきろいろこの受験になってくるとですね、まあ、いろんな人からのアドバイスなどというものも来ると思うんですね。でこの権利関係についてのアドバイスっていうところで受かった先輩とかに伺うとですね、えー、どうやって権利関係ってやりましたみたいな感じで言うとですね いやー権利関係は捨てたんだよねっていうふうに、えー、おっしゃる方もいらっしゃると思います。でこれですね実際権利関係を捨てて受かった年もあるんですよそう一時期ですね20142015ぐらいですかね本当に権利関係が難しくていやこれはもう半分も取れないよっていうぐらいに 権利関係がが難しくなった年があったた年あんですねでそうすると、まあ、3問から4問しかできてないけれども、うん、合格しましたっていうような方もまあいないことはないと思うんですよね。でそうするとその年に受かった方とかがやっぱアドバイスってなるといやも権利なんかどうでもいいから、ね、業法と制限で稼げば何度かなるからっていうふうに、えー、おっしゃる方もいると思うんですけれどもそれはあのその時代はそうだったんですよ。 ただやっぱりもうこれ年によって問題も変わってきまして20142015あたりはまあ確かにそのアドバイスでもなんとかなったかなっていうところはあるんですけれどもその後ですよね2016年にでこれはやっぱり理由はあると思います。 なぜかというと当然のことながらもうやっぱり世間でそういうふうに言われるようになっちゃったんですね。権利なんかやってもしょうがないんじゃないいのっていうのが、まあ、いろんなところで聞かれるようになってったわけですよ。でそうするとやっぱりまあ出題者の気持ちになって考えてみてくださいよ。試験範囲としてあるものを捨てて受かっていうような捨てても合格できるっていうような風潮を作り出すことが是か非かってことですよね。 でやっぱりそれを聞いて出題者もやっぱり心よくは思わないですよね。の権利関係捨ててる人やっぱり合格証を渡したくないよっていうそういう気持ちっていうのはやっぱり芽生えると思うんですよ。なのでまあ多分それもそれが多分一番の理由だと思うんですけれどもそれで2016年めちゃくちゃ問題を簡単にしてきたんですね。 なのでこの年も権利関係捨ててっていう勉強してた人がまあ軒並み落ちたというですねそういう年になっちゃったわけですよ。で2017まあそれからですね2018ですよねうーんまあ2016に比べると少し難易度上がったかなとは思いますけれどもまあやっぱ14問中9問取るのはそんなに、うん、大変じゃないかなと。 いうようよなな年になってきましたでこの傾向はまあ多分これからも続いていくんじゃないかなとは思います。でなぜかというと先ほども言いました通りやっぱり試験実施団体としてはちゃんと勉強してほしいわけですからねで勉強しなくても受かるよっていうふうな、えー、風潮をですねそのままやっぱり見過ごすはずはないのでまあしっかりとですねここら辺はですね、えー、取れるようにしておいていただきたいというのがまあ権利関係を勉強する前に 言っておきたいことなんですねでこの権利関係なんですけれどもじゃあどういうものになってくるのかっていうところですねこれからどういう風な勉強をしていくのかといいますとまずですねこちら目次のところで見ていただくのが分かりやすいと思うんですけれどもはいちょっとプレゼンターに切り替えますねまず、えー、目次のところを見ますと第1章意思表示契約ってどういう風に成立するんですかっていうお話から。 詐欺脅迫虚偽表示錯誤心理留保控除領続に反する契約とかですね第2章制限行為能力者、ね、こういったようなお話がまず最初にあります。で、 3章で時効4章で代理それから5章債務不履行解除6章、えー、危険負担とかですね、まあ、いろいろタイトルが並んでおりますけれどもまずこの権利関係の前半で行う話というのはこの契約の成立というものがまず一番最初の元になるわけですね。契約というものに関すするお話です でこの契約というものが、えー、最初のテーマ、まあ、今回のこの第1回目のテーマはもうこの契約の成立のところなんですけどもこの契約を成立させます、ね、契約って後でやりますけども、まあ、約束みたいなものですよ。で約束をするとちゃんとその約束は守りましょうねっていうところからお話が始まっていきます。 で約束をしましたじゃあ約束はちゃんと守っていきましょうでも本当に守る必要があるのかなっていうところから最初の話が始まってくるんですねどういうことかと言いますとこの第一章の意思表示というのはその約束自体に問題があった場合ですね例えばその約束が騙されてした約束脅されてした約束そういったものまで守らなければいけないんですかねっていうのが第一章の基本的なお話。そして今度は その約束する人の方に問題があった場合その判断力がそんなに伴ってない人が、えーねまあ、何も考えずにうんって言ってしまったとしますそれでも守らなければいけないんですかねっていうのが第2章のお話というふうになっていくんですね。 ですので、まあ、契約約束はちゃんと守らなければいけないでもその約束自体に問題がある場合約束した人に問題が出た場合それでも守らなければいけないんですかっていうのが1章2章それからですね例えば第5章の債務不履行って何ですかって言いますとこの債務不履行というのは、えー、簡単に言えば約束違反のことです約束を違反したらじゃあどんなペナルティーを負うんですかとかですねそういった話が前半の ポイントとといいいいう風になっていくと思っておいてくく思ださいではですねじゃあ今ちょっと言いかけましたけれどもまず契約の成立のところから見ていきたいと思いますまずは、えー、テキストで言いますと13ページのところですねはい、えー、テキスト13ページ契約の成立というところからご覧くださいはいテキスト13ページ契約の成立ですはいそれでは見ていきたいと思います13ページです 宅建試験では売買契約や賃貸借契約を結んだ場合のルールが毎年出題されていますそこでまず契約とはどのののようう。ななものなのか考えてみましょう契約とは一言で言えば約束のことです。一度約束を結ぶと原則としてその契約で決めた内容を守る必要がありますというところですねまず押さえといていただきたいのは契約っていうのは約束のことですっていうことですねまあ簡単に言えば。 そして一旦契約を結んだら守らなければいけませんよというところなんですねでこの契約ってじゃあどうやって結ばれていくんでしょうかっていうお話が14ページのところになっていきますそれでは14ページのところ見ていきたいと思いますはい契約の成立というところがありますけれども契約というのはどういうふうに成立するのかこちら文の方をまずご覧くださいここで A さんと B さんとの売買契約は、申し込みと承諾の2つの意思表示が合致することによって成立します、というふうに書いてあります。まあ、これを学生契約と言いますとありますけれども、まあ、この難しい学生契約って言葉はと,ともかくとして、とりあえず、 申し込みとと承諾の意思表示が合致すするることによって成立するどういうことかというと A さんは売り主ですから、まあ、この家を売ろうと思ったわけですよね。でそれに対して売ろうというこの意思を表示したこの家を1,000万円で売りますというふうに意思表示をしましたそして B さん飼い主さんはそうです、ね、この家を1,000万円で買いますというふうに買いたいという気持ちを表示しました。この意思表示が合致 立しした時に契約というのは成立しますなのでこの契約の成立1234というふうに書いてあるんですけれどもこれ何番の段階で契約って成立するんですかっていうと2番の段階で契約というのは成立します。2番の段階で契約成立ということになってそしてその後契約書の作成代金支払い登記引き渡しというふうに流れとしてはいくわけなんですけれどもここで気をつけてほしいのは。 これ法律上売買契約が成立するためには契約書の作成は必要ありません申し込みと承諾の2つの意思表示さえ合致すれば A さんと B さんんんととと B の間でで約束を結んだと言えるからです契約書の作成は口頭で成立した契約の内容を証拠として残しておくために行ってるにすぎませんというふうにありますね。 つまり意思表示が合致したとき、つまり売りますと言います、えー、売りますと言いました、買いますと言いました。この意思表示が合致したときに契約というのは成立する。そしてこの契約に契約書等は必要ないということなんですね。で、これ例えばこの契約っていうとこうね、漁業しいものに聞こえるかもしれないんですけども、普段我々もやってます。例えば。 そうですね、えー、コンビニエンスストアにガムかなんかを買いに行くと思ってくださいでコンビニエンスストアはその商品を陳列していますよねこれどういうことですかっつったらそう私はこの店のこの商品を売りますという一種の意思表示ですよねこれってそう商品を並べておくっていうことが。 ね、その並べてある商品ねこの段階で売、はい、売り主は売りますという意思表示をしてそこに並べておりますそれに対して例えば、えー、我々がね、えー、じゃコンビニでなんかガムでも買おうかなと思って、ね、コンビニ入ってウィンって行ってで、ねえー「あガムだ」って言ってガムを買,いま買おうとしましたそしてこのガムを、はい、レジに出しましたって言ったらこれ私は買いますという意思表示ですよね。そうこれが契約ですよ いいですかこれも一つの契約ってことになるわけですよねだって売りますという意思表示がありますよね買いますという意思表示がありますよねですのでこれって立派なな契契約約んですですす書っていりますかそうコンビニでいちいち契約書なんか作らないじゃないですか、ね、コンビニでこうガムかなんかをじゃこれくださいっつってレジに出したらですよ、ええ、ひどいとレシートすらもらわないですよね。 こう正面なんか使わないですよね。嫌ですよね。いきなりコンビニ行って、こうガムを入って出したら。え、いらっしゃいません。それではまずは契約書の作成からいきたいと思います。えー、それではこちらの契約書の方なんですけれども。えー、当コンビニエンスストア、いかこうとするはですね。えー、乙、かっこ、友次正弘と、えー。ガム、一つに対する、売買契約を締結した。第一章ということにやりませんよね。いちいち。わかります。そう。ですので、契約書なんていらないんです。 ただもの物によってはやっぱり高い買い物とかすると後で言ったとか言わないとかいろいろ揉めたりするのでじゃあ書面としてある方がいいよねって言って契約書を作ってるだけの話であってその契約に、ねえー、書面が必要かかかいいいいいいらららななっって言ったらいらないんですいいですしょうかまずここのところちゃんと認識持っといてくださいね。 えー、今はまあここら辺ってあんまり試験本題では出ないんですけれども、まあ、昔はこれダイレクトに出たんですよね、えー、契約は書面によってしなければいけない丸か罰かみたいな問題がですね、えー、1981年ぐらいですかね、まあ、出たことはありますけれども、はい、まあただこれが元になってる、ね、先ほども言いました通りこれを元にしていろんな話が始まっていきますからまずこの話をしっかり抑えた上で そのの生した話に先に先進んででいいいいかないといけなとけまずこの原則しっかり覚えておいてくださいね。まあもちろんこの書面でやらなければいけない契約っていうのも後で出てきます。保証っていうところとかやってくるとね。ただ今はこの原則として書面はいらないということになるんです。で契約しました。ねそうしたらどうなるんですかっていうとこれではい契約をしましたというふうになっていきますとこちらです。はい。えー、このー後ですね。 こちらご覧ください契約書作成これは先ほども言いました通りあってもなくてもいい。ねで代金支払い登記引き渡しこれは何かというとそうここで売ります買いますというふうに言った約束を守っていきましょうということになるわけですよね。だって売りますすっっていう,ふうに言ったんですよねこの家を売りますというふうに言ったんですから A さんは B さんに対してその家を渡さないと駄目ですよね。 B さんは A さんに対して「買います」というふうに言ったわけですから当然のことながらお金を支払わなければいけませんよね。というふうにこの売り主にも買い主にも、えー、やるべきことができましたよっていうこういう流れになっていくんです。ここここままでででずよろしいでしいいょうかはい、でここの部分 まととまっているののが16ページここ合格ステップ1番ってところです、ねまあ重要なポイントってこの合格ステップってところにまとめてありますのでこの合格ステップをバーッとね、えー、復習のところで見ていくと頭の中は結構整理できますので。 こここれ使ってみてみくださいさいあ今回の重要ポイントはここですよね契約の成立契約は原則として意思表示の合致つまり売ります買いますというこの意思表示これの合致によって成立して契約の成立には書面の作成は必要ではありませんということですね。まず今回このことをしっかりと押さえておいてください。 ではですね、えー、次回以降はですね。今度はじゃあこう詐欺脅迫とかですね。そういった話になった時にどうなっていくのか、そこのところを見ていきたいと思います。今回はこの辺にて終了したいと思います。また次回頑張っていきましょう。皆さんお疲れ様でした。